PDP-8 PDP-8 PD は世界で初めて商業的に成功した12ビットミニコンピュータであり、1960年代にデジタルエクイップメントコーポレーションが製造した。1965年3月22日に登場し、5万システムを売り上げ、DEC の PDP シリーズでも当時最も成功したコンピュータとなった。 最初の PDP-8 の設計を指揮したは、後にデータゼネラルを創業した。最初の PDP-8 機種、非公式にストレート -8 と呼ばれているは、ダイオード、トランジスターロジックを採用した基板で構成されており、小型冷蔵庫ほどの大きさだった。その後、デスクトップ型とラックマウント型の PDP-8S が登場。 1>, 1ビット直列ルー実装で小型化と低価格化を実現したが最初の PDP-8 に比べると性能がかなり低い PDP-8S に接続可能な唯一のストレージが DF32 というディスク装置容量 32K ワードだったその後のシステム、PD、p d p 8 i l e、K、m a は 並列実装で高速になった元に戻ったが、タリックを使用し、DTL より安価になっている。現存する PDP-8 の多くはこの世代の機種である。中でも PDP-8E は豊富な各種周辺機器が接続可能でよく使われていた。ム用コンピュータとしてもよく使われていた。1975年。 安価なマイクロプロセッサを使ったアルティア8800などの初期のパーソナルコンピュータが登場し、その後 TRS-80 や Apple II が登場すると小型汎用コンピュータの市場はそれらに奪われることになった。1979年にリリースされた PDP-8 の最後の機種は特製の CMOS マイクロプロセッサを使用しており、 CMOS-8S などと呼ばれた。価格は他のマイクロプロセッサを使ったコンピュータと競合するような設定ではなく、市場には受け入れられなかった。1981年に登場した IBM PC が CMOS-8S にとどめを刺した。インターシルがこの集積回路を1982年までとして販売していた。CMOS であるため低電力であり、 いくつかの軍用組み込みシステムに採用された。技術指摘観点からも PDP-8 は重要な位置を占めている。入出力機構、ソフトウェア開発、オペレーティングシステム設計などに影響を与えた。Apple II のようなマイクロコンピュータが一般化するまで PDP-8 は世界で最も販売台数の多いコンピュータであった。 PDP-8 はいくつかの12ビット機能、洗礼を参考にしており、特に都が設計したリンクに影響を受けている。リンク自体は、シーモアクレイが設計したミニコンピュータに影響を受けている。単純なバスを備え、それに加えてドマチャンネルがある。PIO バスは、プリンター、テレタイプ端末、紙テープパンチ、リーダーといった低速から中速の周辺機器を、 接続するのが一般で、一方、ドマは、ライトペン付きのブラウン管、スクリーン、アナログデジタル変換回路、デジタルアナログ変換回路、磁気テープドライブ、ディスクドライブなどで使用する。ワード帳は12ビットで、不合な指定数で0から4095までの範囲を扱え、単純な機械の制御には十分である。また、 符号付け整数ならマイナス2048からプラス2047まで扱える。これは計算尺より高精度だし多くのアナログコンピュータにも引けを取らない。12ビットはまた ASCII のサブセットを6ビットで表せば1ワードに2文字を格納できる。コスト削減のため他のコンピュータならフリップフロップで構成するレジスタも安価な指揮翼を使う設計になっていた。 PDP-8 の基本構成では、主記憶容量は4096ワードで、オプションのメモリ拡張ユニットで、さらに拡張する場合は、後日の I と命令でバンク切り替えをして使用する。当初、ソフトウェアから見て、PDP-8 は8種類の命令しかなく、レジスタも2本、12ビットのアキュムレーター AC と、キャリービットに相当する、リンクレジスタ L しか持たない。 式憶翼は、時期コアメモリで、クロックサイクルは1.5ミュー秒である。典型的には1命令で命令と、データにアクセスするためにサイクルかかり、性能は0.333ミッ p スとなる。1974年のポケットレファレンスカードでは、基本命令実行時間は1.2ミュー秒、メモリ参照命令の場合は2.6ミュー秒となっている。後期の機種では、新たなレジスタが追加され、 乗算命令と助算命令が追加された。PDP-8 は設計の単純さを重視して、設計が最適化されている。直列カルーを採用した PDP-8S では、論理ゲートを519個しか使っていない。2008年現在、最も規模の小さいマイクロコントローラでも15000ゲート以上使っている。 他のマシンと比較すると必須ではない部分が削ぎ落とされ、可能な限り論理回路を共用する設計になっている。命令は、自動インクリメントや、自動クリアや、間接アクセスを利用して、性能向上を図りつつ、メモリ使用量を削減している。PDP-8 の CPU には12ビットレジスタが4本しかない、アキュムレータ、プログラムカウンター、メモリバッファレジスタ、 メモリアドレスレジスタ。これらのレジスタは処理サイクルの各時点で様々な用途に使われている。例えば、メモリバッファレジスタは、30演算のオペランドを供給し、次期コアメモリに書き出すべきデータを位置的に保持する。また、次期コアメモリからの読み出しで破壊されたデータを書き、戻すのにも使われる。このように基本は、単純にもかかわらず、モジュールを小型化するために、 価格は高くった。PDP-8S は電源電圧を2種類使っているが、これはダイオード、トランジスターロジックでのファンアウト数を大きくする安価な技法である。PDP シリーズのベストセラー PDP-8 ファミリーの総売上台数は30万台を超えると推定されている。以下のような機種が製造された。PDP-8 のアーキテクチャは、 非常に単純なので、それをエミュレートするのは容易である。愛好家が PDP-8 全体を1個のフップ画で実装した例もある。インターネット上には PDP-8 をシミュレート、エミュレートするソフトウェアもいくつか存在する。うまく実装されたものは DEC の OS や診断プログラムを実行可能である。後期の PDP-8 に 可能な限りの周辺機器を接続した状態をシミュレートすることが多い。そこまでしても現代のパーソナルコンピュータのリソースのほんの一部しか占めない。I.O. 入出力システムは PDP-8 の頃に大きな変化を迎えた。初期の PDP-8 の入出力はフロントパネル、紙テープリーダー、テレタイププリンタ ASR-33。AS KSR-33、そしてオプションの紙テープパンチャーで構成されていた。その後、磁気テープ RS-232C などによるダム端末、パンチカードリーダー、固定ヘッド式磁気ディスク装置などが追加されていった。最後の頃にはフロッピーディスクやハードディスクが一般的になっていた。最近の愛好家は IDE アダプターを本物あるいはシミュレートされた。 PDP-8 に接続している。I.O. は以下のようないくつかの手段でサポートされている。基本的なドマ方式がサポートされている。これにはプロセッサの支援が必要だった。本来ならば各 I.O. デバイスが持つべき回路を共通化してプロセッサ側に置き、プロセッサがドマアドレスレジスタとワードカウントレジスタを設定する。 その後の3メモリサイクルでプロセッサは、ワードカウントを更新し、転送アドレスを更新し、最後に、実際の i、O データワードをやり取りする。初期の PDP-8 から備えられていた機能で、あるが PDP-8E の頃にはこの回路は、非常に安価になったので、1、サイクルデータブレイクが一般化した。これは、ここの i、大デバイス側に、ハードウェアによる、 ドマはドレスレジスタとワードカウントレジスタを持たせ、ディスクドライブや磁気テープなど高速、i、O デバイスとメモリ間でプロセッサを介さず、直接メモリへの読み書きをするドマを行うものであり、実質3倍の転送性能となった。PDP-8 の最も基本的なソフトウェア、開発システムは、機械語をバイナリ形式でフロントパネルから入力するものであった。その後、 あるマイナス8アセンブリ言語のソースコードを紙テープに隠しメモリにロードし紙テープにセーブし紙テープからアセンブルされてメモリに格納されるようになった紙テープ方式のプログラミング言語としては他にインタプリタや 4K フォートランコンパイラなどがある最終的には OS8 や COS-310 といったオペレーティングシステムによってラインエディタや コマンドラインコンパイラといった開発システムが構え、された。サポート言語としては、パル、スリーアセンブリ言語、フォートラン、ベーシックなどがある。初期の PDP-8 システムには、オペレーティングシステムがなく、フロントパネルのスイッチしかなかった。様々な紙テープ式、オペレーティングシステムが開発されたが、いずれもシングルユーザー方式であった。最高期には、 先進的なトスやプリエンプティブマルチタスク、マルチユーザーシステムが利用可能となった。例えばトスの RTS-8、マルチユーザーシステムの COS-300 や COS-310、シングルユーザー用ワードプロセッシングシステム、WPS-8 などがある。タイムシェアリングシステムも使用可能であった。TSS-8 では、 複数のユーザーが110棒の端末からシステムにログインすることができ、プログラムのエディット、コンパイル、デバッグ同時にできた。言語としては、ベーシックの特別、バージョン、フォートランのサブセット、アルゴルのサブセット版、フォーカル、パルディ、アセンブラなどが利用可能である。12ビットの命令はアードの先頭3ビット、ビットイから2が命令コードである。 ビット5から11までの7ビットのオフセット部でアクセスするメモリを示す。ビット4がセットされていたら、プログラムカウンターの上位5ビットとオフセットを連結してアドレスを完成させる。そのビットが0なら、アドレスの上位は0とする。ビット3は関節かどうかを示す。セットされていたら、それまでに得られたアドレスは、メモリ上にある実行アドレスのある位置を示していることになる。 JMP 命令は間接指定されていない場合はメモリワードを読み込むわけではないが命令のフォーマットは同じである。このように命令はアドレスの回7ビットだけを直接指定するので4096ワードのメモリは128ワードのページに分割されることになり命令のビット読んでカレントページか ページ例アドレス範囲を8進法で示すと000から0177を指定する。ページ例に変数を置くと、どのページを実行中でもそれにアクセスできるため、ページ例のメモリは特別である。また、アドレス000は割り込み処理ルーチンのスタートアドレスでもある。また、アドレス0010から0017までは自動インクリメント機構という特殊性がある。 標準的アセンブラは算術用定数をカレントページに置く。同様にページ間ジャンプやサブルーチンコールはカレントページ内から間接アドレス指定で行う、つまりアドレスがカレントジ内に置かれている。ページをまたいだ参照や分岐は余分なワードを必要とするためルーチンを128ワードのページ境界に収まるように書くか、 なるべくページからページへの移行が少なくなるように書くとが重要だった。そのため何ワードかをいかに節約するかに頭を悩ませることが多かった。PC のインクリメントで自動的に次のページに移行できるためプログラムを意図的にページの最後尾に置くことが多かった。PDP-8 は1と命令をほとんど定義せず単に枠組みを提供している。 多くの IT 命令がどう作用するかは個々の周辺機器によって異なる。条件付き操作のほとんどを含め多くの操作は OPR 命令として実行される。OPR 命令ではメモリー値をアドレスで示すということがない。条件付き操作は1命令をスキップするか否かを判断する命令であり、通常はその1命令を JMP 命令とすることで 条件分岐として機能させる。OPR 命令はマイクロコード化されている。これはマイクロプログラム方式だということを意味しているのではなく命令後の各ビットがそれぞれ特定の動作に対応しており複数のビットをセットすることでそれらを一命令で実行できる場合があることを意味している。アセンブリ言語で記述する際には複数のニーモニックを並列に書く。 するとアセンブラがそれらのコードを OR して1、命令にする。上述の愛と命令も周辺機器がマイクロコード化している。マイクロコード化された動作の実行順序は決まっており、多くの組み合わせが最も便利になるような順序で実行される。OPR 命令にはいくつかのグループがある。ビット3、ビット8、ビット11でグループが識別され、 異なるグループのマイクロコード化操作は1命令で指定できない。000102030405060708091011多くの場合操作は順次行われ多くの組み合わせが最も便利な形で可能である。例えば、クラと CLL と IAC を組み合わせると、まず AC とリンクをクリアし、 次にアキュムレータをインクリメントするので AC の値は1になる。これにさらにロルを加えるとアキュムレータをクリアしインクリメントし左にローテートするので AC の値は2になる。このようにしてアキュムレータに小さい整数定数を1命令で置くことができる。CMA と IAC を組み合わせるとアセンブラではこれを CIA と略記できるが AC の値を算術的に 符号反転できる。つまり、2の歩数。PDP-8 には減算命令がなく、符号付け加算命令しかないので、2つの数の差を求めるには、一方の数の符号を反転させるしかない。グループ1の OPR 命令で、マイクロコード化されたビットを全くセットしない場合、何も行われない。そういった命令を、ノップ命令として使用することができる。 000102030405060708091011ビット8がセットされていない場合指定された条件のいくつかがマナラバスキップを行う条件は OR される例えば SMA 死座命令コード7540の場合 AC0 ならスキップするグループ2の OPR 命令もマイクロコードカビットが 全くセットされていない場合、ノップ命令として扱われる。000102030405060708091011。ビット8がセットされている場合、スキップ条件は、オアグループの時と逆であり、いずれかの条件が死んでない時スキップは行わない。つまり、指定された条件がすべて、誠となる必要がある。条件は、される。 例えば SPA SNA 命令コード7550は AC0 の時スキップする。ビット5からビット7が全くセットされない場合、無条件でスキップする。これまでのグループで使われていないビットの組み合わせの OPR 命令はグループ3に分類され、多くは MQ レジスタに関連する。通常、クラとマカを組み合わせて、 MQ の中身を AC に転送する。MACA と MQL の組み合わせも便利で AC と MQ の中身を交換する。ビット8からビット10までの3ビットで一家のいずれかの命令が実行される。12ビットワードは4096種類の値を取ることができ、それは最初の PDP-8 がワードポインタで間接的にアドレス指定できる最大のワード数でもあった。 プログラムが複雑化しメモリ価格が下落してくるとこの制限を拡張することが望ましくなってきた既存プログラムとの互換性を保つため当初設計になかった新ハードウェアはプログラムが生成する実行アドレスにさらに上位のビット群を追加したメモリ拡張コントローラはアドレス指定範囲を8倍にし32768ワードまで 扱えるようにした。当時の時期コアメモリは1ワードあたり50セントのコストであり、32K ワードを実装すると CPU と同程度のコストになるため、この程度の拡張で十分だとされた。4K ワード分のメモリをフィールドと呼ぶ。メモリ拡張コントローラは DF と IF という2つの3ビットレジスタを備えている。それらのレジスタは、 データアクセスや命令フェッチの際に、どのフィールドにアクセスするかを指定するもので、アドレスは実質15ビットに拡張される。IF レジスタは命令、フェッチと直接メモリ参照の際のフィールドを指定する。DF レジスタは間接データアクセスの際のフィールドを指定する。あるフィールドで動作中のプログラムは、直接アドレッシングでは同じフィールドにアクセスし、 関節アドレッシングでは別のフィールドにアクセスできる。IT 命令の6200から6277までの範囲がメモリ拡張コントローラに対応しており DF レジスタと IF レジスタへのアクセスが可能である。62X1 命令は DF レジスタの値を X にする。同様に 62X2 命令は IF レジスタの値を X に、62X3。 命令は両方を X にセットする。既存プログラムは CIF も CDF も実行しない。DF も IF も同じフィールドを指すので、既存プログラムは単一フィールドだけで動作する。CIF 命令の効果は次の JMP、または JMS 命令まで遅延されるので、CIF 命令によって即座にジャンプするわけではない。フィールド境界と DF。 イフレジスタの関係を考えると、複数フィールドを使うプログラムはさらに複雑化する。単純に15ビットのアドレスを生成するのではなく、12ビットアーキテクチャとの一貫性と互換性を保つよう設計されているためである。後のインテル8086では、インテル8080 80で16ビットだったアドレスを20ビットに拡張したが、拡張部分はセグメントレジスタで指定する方式だった。 このメモリ拡張方式により、既存のプログラムを少し修正するだけで扱えるメモリ範囲を拡大することができた。例えば、4K は自身のコードが 3K あって、ユーザープログラムやデータ使えるメモリは 1K しかなかった。そのフォーカルに若干パッチを当てるだけで、ユーザープログラムとデータに別の 4K フィールドを割り当てることができる。さらに、 4K フィールドを別のユーザーに割り当てることもでき、マルチユーザーのタイムシェアリングシステムを構成できる。PDP-8E とその後の機種では、メモリ拡張コントローラーは仮想化も可能なように拡張された。PDP-8 の全リソースを使用するようなプログラムが1台の PDP-8 上に複数並算でき、仮想機械マネージャーの制御下で動作可能だった。 このマネージャーはメモリ拡張コントローラの操作も含む全 IO 命令に対してトラップが可能である割り込みを起こしてマネージャーがあれを処理できるそのようにしてマネージャーがデータや命令のフィールドのマッピングを制御でき入出力を他のデバイスにリダイレクトできるそれぞれのゲストプログラムはマネージャーが提供する仮想機械への完全なアクセスを持つ新たな IT 命令で メモリ拡張コントローラの DF、イフレジスタの現在地を読み出すことができ、トラップ前後のマシンの状態をセーブ、リストはできる。しかし、CIF 命令の効果が遅延している状態、CIF 命令を実行後、最初の分岐を行うまでの状態かどうかは判別できない。マネージャーは完全な PDP-8 エミュレータを含んでいる必要がある。 8命令のマシンなので難しくはない。CIF 命令をトラップした際、マネージャーは次のジャンプ命令までの命令列をエミュレートする必要がある。実際、ジャンプ命令は CIF 命令の直後にあるのが一般的で、エミュレーションで性能が大きく低下することはないが、小さな設計上の欠陥への対策としては大きい。PDP-8A の頃メモリ価格はさらに下落し、 32、K ワード以上も可能なレベルとなった。そこで、PDP-8、A では8フィールド以上を扱える、新たな命令群が追加された。フィールド番号は、命令にハードコーディングされるのではなく、AC で指定できるようになった。しかし、その頃には、PDP-8 は、市場から消えつつあり、この新機能を使うよう修正された主要ソフトウェアは、ごく一部だけだった。 PDP-8 のアセンブリ言語プログラムを例として示す。以下のコード例は、パル3アセンブラによる。単に2つの数を比較するだけでどれだけのコードが必要となるかを示したコード断片。コディチェ1、見ての通り、PDP-8 の典型的なプログラムは、作者が意図したアルゴリズムよりも低レベルな機構に集中する傾向がある。また、可読性を損なう。 もう一つの問題として、条件分岐部分のコーディングがある。上の例でわかる通り条件判断命令、JMP 命令をスキップしている命令は、注目している条件とは反対の条件判断を、しなければならない。PDP-8 で、Hello World をテレタイプ端末に出力する、アセンブリ言語のプログラム。コディチェに。PDP-8 では、 ム用スタックをアーキテクチャ上サポートしていないため、サブルーチンを呼び出すときや割り込みが発生したときのコンテキストをセーブする方法が確立されていない。その代わり、リターンアドレスとしてのプログラムカウンたちがターゲットサブルーチンの先頭ワードに格納される。したがって、間接ジャンプ命令でサブルーチンから戻ることができる。以下のプログラムはサブルーチンを使うように改造した。 ハローワールドである。JMS 命令でサブルーチンに飛び込むとアウト1の位置にある例が書き換えられる。コディチ3、リエントラント性や再起呼び出しを実現しようとすると、プログラマは自分でコールスタックを用意し、リターンアドレスをスタックにセーブしなければならない。また、ログを使うのも困難である。ログにプログラムを格納する場合、以下のような回避方法があった。 コディチェ 4?JMS 命令を使用するとデバッグが難しくなる。例えば、リターンアドレスの書き換えによって無限ループに陥ることもあるし、サブルーチンのアドレスを間違うと、サブルーチンの先頭でないワードをリターンアドレスで書き換えてしまうこともある。こういった誤りは実行してみないとわからないこともある。PDP-8 は、スタックをハードウェアでサポートしていないが、 ソフトウェアでの実装は可能である。以下はプッシュとポップというサブルーチンの実装例だが、単純化するためスタックのオーバーフローやアンダーフローはチェックしていない。コディチェ5以下はハローワールドをアウトというサブルーチンとこのスタックを使って実装したものである。コディチェ6 PDP-8 での連結リストの実装例。コディチェ7 PDP-8 の 入出力バスには1本の割り込みラインがあり、割り込みが発生すると割り込み負荷状態となって例、バンチのサブルーチンを呼び出すように動作する。サブルーチンと同様、割り込みもリエントラント性はなく、割り込みを負荷とした状態で割り込みハンドラが動作し、コディチ8命令で割り込まれた箇所に戻るとき、割り込みかとする。I、オーバスの割り込みラインが本なので、 割り込み発生源が何かということはわからない。そのため、割り込み処理ルーチンは順に、各デバイスのステータスをポーリングしてチェックし、割り込み元を識別した。この処理は、条件スキップ命令が並ぶのでスキップチェーンと呼ばれた。スキップチェーンの最後まで実行しても割り込み元が見つからないことは珍しいことではなかった。相対的な割り込みの優先順位は、 スキップチェーンでチェックする順番で決定され、先に見つかった割り込みの処理が優先される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。